中華民国陸軍の陸軍である。国防報告書の中で中華民国陸軍の任務として下記の内容が規定されている。平時は台湾本島及び周辺当初の要衝防衛し、基本戦力の十字と作戦対応能力の訓練を行う。状況に応じて重要基地、工場、倉庫施設の安全を維持する。重大災害の支援を適切に行う。 戦時に際して、海軍及び空軍と共同して作戦に従事し、侵入者を撃破し国土の安全を確保する。陸軍司令部内には、各行政部門のほか3個軍団司令部、4個防衛司令部、黄金司令部、航空特戦司令部、ただ視察庁室、教育訓練基準発展司令部、気候旅団、機械化不評旅団、不評旅団、航空旅団、 特戦旅団、陸軍観光、陸軍戦火及び、兵科学校などの部門がある。第101両政偵察大隊の海流河津兵、中華民国陸軍は3個、軍、5個、軍団、27個師団が存在し、その下部に13個不評旅団、5個機構旅団、3個、砲兵旅団、2個海軍旅団が設置されている。ただし、近年、 中華民国陸軍は再編され、全師団が旅団に改編された。このため、2007年現在、中華民国陸軍に常設の師団は存在しない。陸軍司令部以下の組織は、下記の通り武器装備は、作戦統合施設、陸軍航空武力、対空武力、地上防衛武力に分類することができる。輸送車両走行車両拳銃、短期間銃。 機械拳銃現在、デジタル化、立体化、機械化を中心にした装備更新が目標とされている。このほか、軍事費削減、余剰費用の見直し、戦力強化を柱にした政治案と称される改革も行われている。陸軍司令部には、総司令1名、副総司令2名、参謀長1名、副参謀長数名を置く。総司令は、大将、 副総司令及び参謀長は、中将、副参謀長は、少々が当てられる。ありがとうございます。